ということでね、もうすっかり暗くなってきてしまいましたが、1週間レビューの車両、ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ2017年モデルで、主にアフリカツインとの違いにフォーカスしながらショートツーリングを楽しんでみたという話をお送りしました。それでは。はい、前回のショートツーリングと全く同じようなシーンから始まりましたが、今回は1週間レビューの車両ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレでキャンプツーリングを楽しんでみたいと思います。このモデルはヤマハの大排気量アドベンチャーモデルのフラッグシップということで、実際のオーナーの方もしくはですね、オーナーになろうとしている方の使い方というのは、トップケースに荷物を満たすだけではなく、両サイドのパニアケースにも例えばですね、キャンプ道具などを満載して出かけていくロングツーリングをこなすというのが実際の使い方に近いのではないかと思います。私自身もこのスーパーテネレで荷物を満載した状態でキャンプツーリングに出かけていくというのは初めての経験ですので、今回からですね、何回かはこのスーパーテネレのこういった荷物を満載した状態、もしくはですね、キャンプツーリングに出かけた時の使い勝手などにフォーカスしながらレビューを進めていきたいと思います。で、まずですね、このスーパーテネレ、前回までのレビューを見ていただいた方はお分かりかと思いますが、今回ね、特に運転席からの眺めを捉えているカメラの景色が若干変わったんじゃないかと思います。何が変わったのかというとですね、このスーパーテネレの大型のウィンドスクリーンというのは工具なしで、高さそして角度を調節できるようになっているわけですが、先ほどですね、この高速道路に乗る前にウィンドスクリーンを最も高い位置に調節したわけなんですが、さすがにですね、この状態にウィンドスクリーンを調整するとウィンドプロテクション効果は相当向上したなという印象ですね。で、このウィンドスクリーンというのはですね、まあ、先ほども言った通り工具なしで高さ角度を調節できるようになっているわけですが、高さを高くしていくとそれに応じてですね、このスクリーンの角度もだんだんこう直立状態に近づくような、そういった設計になっているんですね。なので、今回のですね、ウィンドスクリーンの状態というのは高さが高くなっただけではなく、こう角度もですね、こう立ってるんですね。それゆえですね、こうして高速道路をクルージングしていても、今日はですね、台風一過ということでですね、若干強い風も残っていて、風としてはですね、前回高速道路を走行した時よりもさらに強くなっているという印象ではあるんですが、このウィンドスクリーンのね、ウィンドプロテクション効果が向上したおかげで、あまりその影響も感じないというのが正直なところですね。具体的に言うと、今ウィンドスクリーンの上端というのはちょうどですね、ライダーの口元あたりぐらいまでですかね、それぐらいまで高さはあるんですが、実際のウィンドプロテクション効果というのはこのスクリーンの角度が立ったおかげで走行風を相当跳ね上げているんですね。なのでこうして手をかざしてみるとわかるんですが、ライダーのちょうど口元あたりよりは実際のウィンドプロテクション効果というのはもっと広範囲に及んでいて、ちょうどですね、私の身長だとヘルメットのシールドあたりまでですね、ライダーの目線あたりぐらいまでは上下方向ウィンドプロテクション効果が広がったという印象ですね。左右方向に関してもやや若干ですけれども広がったかなという感じですね。前回までのウィンドスクリーンが最も低い位置ではちょうどライダーの肩口にはもろに風が当たるという印象だったんですが、今日はですね、これだけ強い風の中を走っていてもその肩口というかですね、ライダーのその腕の付け根よりはやや外側ぐらいまでウィンドプロテクション効果が及んでいるという印象ですので、まあ、これはですね、ウィンドスクリーンのこの幅が変化したわけではなく、やはりね、この角度が立った影響が大きいのではないかと思われます。はい、あとですね、前回との違いということに関して言えば、今回はですね、私の後ろ側トップケース、そして両サイドのパニアケース、さらにはですね、それらのケース類に収まらない、テントですね、
テント少し私は大きめのテントが好きなので2人から3人用というテントをソロで使用しているわけですけれども、まあ、そういったね、通常のソロ仕様のテントよりはやや大きめのテントをタンデムシートの上にタイダウンベルトで固定しているという状態なんですが、まあ、これだけの荷物、おそらく重量としては人間1人分はあろうかというそれぐらいの重量であるわけですが、まあ、これぐらいの荷物を積載していてもこのスーパーテネレのそのハンドリングというのは実はね、あまり大きく変化がないなという印象なんですよね。まあ、もちろんですね、こういったクルージング状態でも少しこうやって車体を振ると、まあ、確かにリアに重さを感じるなということはあるんですが、まあ、意図的にそのような動作をしなければあまりですね、リアにそれだけの荷物を積んでるという印象はないんですよね。操縦安定性自体が、まあ、このような荷物を満載した状態でも優れているということはもちろんなんですが、例えばですね、このように車線変更をしてみても先日のそのソロの状態とあまり変わらないんですよね。まあ、こういったですね、操縦安定性、直進安定性や車線変更時の安定性、ハンドリング、そういったものがソロの時とあまり変わらないというのはかなり優秀だなという印象ですね。あとこのスーパーテネレをですね、このような状態で走らせていてもう一点優れているなと感じられるのはやはりこのモデルはですね、 XT1200ZE という上級モデルで、まあ、これまで何度かコメントしてきている通り前後にはセミアクティブサスペンションではないんですけれども、左手のスイッチボックスで前後サスペンションのセッティングを連動させながらセッティング変更できるというそういった機能がついていて、で今の状態というのは私の好みに合わせていてこのスーパーテネレのダンパーセッティングとしては最も柔らかいセッティング、そういった状態を選んでいるわけですが、その一方でね、先ほども言った通りフリーロードの方は最も強めにかけて車体を上げている、車高を少し上げているという状態なんですが、まあ、この状態でですね、走り始めると特にリアですね、そのサスペンションのセッティングが本当にしっくりくるなという状況なんですよね。リアの荷物が増えたせいだと思いますけれども乗り心地も向上している、そしてリアのね、タイヤが地面を噛んでいるという感覚も、より強くなっているような、そんな感じで走れているんで、まあ、やはりね、自動調整が入るセミアクティブサスペンションではありませんがこの電動調整式のサスペンションでももう十分にその利便性は感じられるなという感じがしますね。さすがにね、このモデル登場してからやや時間は経過しているもののやはりね、現行モデルヤマハが誇るアドベンチャーモデルのフラッグシップだけあって、まあ、こういった使い方をするにはね、まさにぴったりくるバイクだなという印象ですね。はい、今ね、川口湖インターを降りて、まあ、当てもなくというかね、反射的にこう右側に進路を取ったわけですが看板を見ていたら元栖と出ていましたんで、まあ、せっかくですからね、久しぶりに元栖港でも行ってみましょうかね。それにしてもね、気温がやはり相当低くなってきていますね。まあ、ある程度寒くなることは予想していたんでこう防寒対策も含めてですね、まあ、考えられる限りの装備を持ってきたわけですが、まあ、特にね、冬場は装備品がどうしても増えてしまうということはあるわけですが、まあ、このようにね、トップケースそして両サイドのパニアケースを装備したモデルだとあまり極端に荷物を減らさなくてもいいというか、どうしても持っていきたいものはこう遠慮せずにね、持っていくことができるということで、まあ、そういう点ではね、やはり純正状態で、まあ、こういったね、トップケースパニアケースが用意されているモデルというのは本当に便利だなと思いますね。実はね、このスーパーテネレが採用している直方体のケース、角張ったケース、パニアケース類というのは実は私はあんまり好きじゃないんですよね。というのは、まあ、今日の、ね、撮影時点でその動画が公開されているかどうか分かりませんが、こういった角張ったケースというのはやはりどこか、例えばね、まあ、場合によってはガードレールの支柱であったりとかそういったものにヒットさせてしまった場合に車体に影響が大きいんじゃないかなってこう懸念される部分もあって、まあ、私はそういう意味ではね、あまりあることではないですが、こういった角張ったパニアケース類というのはあまり好きじゃないんですが、ただですね、今日キャンプに出かけるということで、
まあ、昨晩からですかね、いろいろと準備をしているとやはりこういったね直方体の、まあ、角張ったというかね四角いパニア係数類っていうのは荷物を詰めていてもデッドスペースが少ないんですよね。なので見た目以上にたくさんの荷物を収納できるし、それとですねこのスーパーテネレの係数類のいいところは、まあ、特にねパニア係数に関してですがいわゆるそのモナカ合わせの係数ではなくて蓋が上に跳ね上がる形で開くというそういった設計になっているんで例えばね、シュラフとかを詰め込んだ後にそこからですね、ぐい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 こう荷物を押し込んで収納していくということができるんですよね。モナカ合わせのケースだとなかなかですねこう荷物を押し込むというのは難しいことがあるんですよね。またね荷物を満載しているときモナカ合わせのケースというのは不意にこう何かの拍子にねケースの蓋を開けてしまうと荷崩れを起こすということがあって、まあ、何かとですねモナカ合わせケースっていうのは使いづらいんですよね。まあ、その点このスーパーテネレが採用しているこの蓋が上に開く形式のケースというのはですね荷物をぎゅうぎゅう詰めても大丈夫ということで、まあ、実に使い勝手がいいんですよね。はい、でいよいよね元巣方面も近づいてきたんですがよりさらに気温が低くなってきましたね。ちょうどねこのスーパーテネレはグリップヒーター標準装備なので、早速お世話になりたいと思います。最も高い温度設定で稼働し始めましたが、はい、どうでしょうかね。はい、もう来ましたね。じわじわとこの今日厚手のねさすがにウィンター用のグローブを使用しているんですが、この厚手のねウィンターグローブを通してももうすでにじんわりと暖かさが伝わってきているんで、結構ねこのグリップヒーターカロリーが高いというかね速暖性が高いというかすぐに温まる、グリップヒーターではないかと思います。このままね、少しどれぐらい暖かくなるのか最も高い温度設定の位置で使い続けてみましょうかね。今ですね、A テンプ、これはエアーのテンプ、吸気温だと思いますが吸気温で15度なんですが、エンジンからね多分近い位置を測定しているんじゃないかと思いますが、おそらくね15度はもう絶対にないと思います。あ、今ちょうど気温出てましたね。ただいまの気温12度ということですね。はい、ということでまあこのシーズンでね12度というとまあそんなに寒くないじゃないかという方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に走っているともう体感温度としては相当低い。はい、それにしてもね今日は台風が過ぎ去った後なので、本当にねいい天気ですね。